よ。ですね、この玉島の町に来てます。もともとはこのめちゃめちゃ栄えてた、町なんですけど、まあ今となってはその旧市街ということになってまだ残ってるんですよね、この辺。まあ、その中でも老舗がいろいろとあるんですよね。で、今回はその老舗の中でもあのプラモデル屋さんがあると、模型店ですね。で、今日そちらの方にちょっとお邪魔しようかな。まだちょっと撮影許可取れてないんですけど、ちょっとあの、行ってみようかなと思います。レトロな街並みでね、有名なこの玉島のね、旧市街の方にこれから向かって行こうかなと思います。はい、今回の舞台はこの通り町商店街を越えたところにあります。玉島で一番古く長い商店街ということで、端から端まで230メートルあるということですね。この中のね、商店100年、創業100年を超える、お店もあるということで、昔は人でごった返してたということですね。はい、こちらです。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。今日ちょっとこちらにお邪魔します。これ気になりますね。よいしょ。ミニ四駆とか置いてあるんですかね。ミニ四駆こっちだったんですか。あ、ちょっと目につか、下に置いてあるんですね。ま、あ、またミニ四駆流行ってますよね、なんかね。もう創業ってすごい長いんですかね。かなりもう54年、かなりこの辺ではかなりあれですね。まああれですか、一つ一つやっぱ注文してっていうか、卸屋さんとかに頼まずにもう一つ一つなんですかね。ああ、まあなるほどね。
こうかな。よし。はい、というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。皆さんの中でも結構ね長い歴史を持つ場所かなと思いますね、はい、まだあの店主の方もねお元気そうでね。でまあこうしてる間にもなんかちょくちょく人も1人2人ぐらい入ったりね、みんなそういうタイミングなんですかね。ぜひ皆さん行ってみてください。なんか営業いつ閉まってるかちょっと聞かなかったですけど、定休日とか聞かなかったですけど、あの6時、夕方6時ぐらいまでやってるということで、またぜひ行ってみてください。電話したら多分教えてくれるんで、はい、またお願いします。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。